シャランは日本の女性ファッションモデル。主にチョキチョキガールズ、ジッパー、ポップテンなどの原宿系雑誌で活動。父がモロッコ人とフランス人の根結。母が日本人。私立の女子高校に通っていたが芸能活動に専念するために高校1年生の時に通信制高校に転校。2016年春に高校卒業。 小学5年生頃からモデルに憧れていた彼女は、中学2年生の時に、ツイッターで芸能事務所 ND プロモーションにスカウトされ、芸能界入り。最初スカウトが来た時は怪しいんだが、先に所属していた先輩に後押しされ、入賞決意した。中学3年生の後半頃から本格的に、活動を開始した。主に、チョキチョキガールズ、ジッパーなどの原宿系雑誌で活動。 2016年3月30日、自身初のスタイルブック、サラッチだよ、を発表。2015年8月24日、ダンスチームビートバディ、ボーイのメジャーデビューシングル、カマゲンのカップリング曲として収録される、リミックスバージョンに客演し、歌手デビュー。2016年3月30日に発表された、初のスタイルブック、サラッチだよ、に収録されたシングル、 セブンティーンシンデレラでソロデビューを果たした。同年3月29日に行われたブロガーイベントガールズブロガースタイル 2016SS のオープニングアクトとして出演し、同曲を披露した。同年7月、シンガーソングライターのマットキャブの曲、ラブソングは止まらないよの英語カバーを聴きながら、リズムに乗り、レコーディングブースで口パクや自撮りを楽しむ特別動画に出演。 特技は一輪車、剣玉、ダンス、歌など。藤田ニコルと親友で、私生活でも親交が深く、ファンからは二人合わせて、さらにココンビと呼ばれている。NMB48 の吉田明里とも仲良し。参加作品、ありがとうございます。